お忙しいところをお集まりいただきましてありがとうございましたただいまから牛尾次郎元代表幹事追悼シンポジウムを開催をいたします開会にあたりまして新並武代表幹事からご挨拶を申し上げます新浪さんよろしくお願いいたします ただいまご紹介がをいただきました代表幹事の新並です、えー、今日は皆さんお集まりいただきましてありがとうございます、えー、開会にあたり一言お話を申し上げたいと思います、えー、牛尾次郎さんは千百五十九年に実は五十九年って私が生まれたとしてしたずいぶん前にお前になられたんだなと今思っておりますが 経済同友会に入会されまして、1970年以降、幹部として佐々木正さん、石原隆さん、早見守さんの3代の代表幹事を支え、1995年4月には、ご自身が代表幹事に就任されました。本日は、右彰次郎元代表幹事の偉業を称えながら、そして、まあ、そういう中で,です、ね、私たち経済同友会、もう一度、自分たちは何をすべきかと。 いうことを見直したいとこう思いまして後藤二郎元代表幹事のこのタイミングでこういう会をやらせていただきましたご活躍をされてそれをその時の方々にも今日はおいでいただいております私たち同友会がもっと発信力を高めてそして政府そして私たち経済 の活性化我々自らがやっってていいいいいかなきゃいけなけこういう思いを持っておりますそんな中で、ぜひとも牛尾次郎元代表幹事のどういうお考えで、この日本経済を支えてきたか、その思い、そしてどういう会をどういう思いでやられてきたか、こういったことを振り返って、そして私たち自身ももう一度、私たちが本当に何をやらなきゃいけないか、そういう、えー、タイミングであると。 時代の転換点ここういったところで私たち自身も、えー、私、そして副代表、そして幹事の皆さん、そしてメンバーの皆さん、そして先輩の方々とともに考えていきたいと思います。えー、そんな中で私たち執行部がもっと引き締めて、えー、鋭く、えー、やっていかなきゃいけないなと、今日も、えー、幹事会をやって2つのテーマをやりました。一つが 今の少子化の財源本当にどうあるべきかそして原子力についてどうあるべきかエネルギーの問題でございますこの2つの問題は私たちが今解決をするそういった政策をしっかり提言し私たちの次の世代またその次の世代の方々に絶対負を負わせないそういう思いでそしてまたがゆえに 経済の活性化、将来大丈夫なんだと、もっと、えー、はつらつとやっていこうじゃないか、そういう経済社会にしていきたい、えー、またそういう時代であったんだと、このように牛尾さんの時代はそういう時代であったと、私たちはやり方は多分違うと思います、しかし、えー、思いを強く持ってやっていきたいと、こう思いまして、今日は皆さんに集まっていただいた次第でございます。正直、えー 事務局から用意していただいたものと全く違うことをしゃべっておりまして、どこに戻ったらいいかわからないという、まあでも、こんな感じがよろしいんじゃないでしょうか。やっぱりえ予定調和は良くないと、まあこう思って、でも事務局がこうやって代表がしゃべることをえ考えてくれることも大切かなと思うんですが、事務局の皆さん、申し訳ございません。 後尾次郎元代表幹事は、えー、経済財政諮問会議議員に就任されて、民営化や規制改革など、手こに、官から民への構造改革をされたと、ここが重要だと思います。私は、今の経済界は国に頼りすぎじゃないかなと、だから、あのように補助金だとか、国はこうすべきだという発言が多くなってるんではないかなと、ぜひ、経済は民が支えるものです。 それに向けて、ぜひとも私たち、邁進していかなきゃいけない、ちょうどいいタイミングが来ていると思います。デフレが本当に終わったかどうか、いや、終わらせなきゃいけない、そして、モデレートなインフレにしていかなきゃいけない、その中で、えー、本当に、えー、通常な経済、これは金利がある経済が通常だと思います、そういうことに早くノーマルな経済に持っていく、そして民間が支えるためには、なんといっても規制、改革、緩和、そしてまた、 一方で、市場経済がゆえに歪みが出た、そういった分野である、いわゆる社会の問題、この問題解決も、私たち経済界、そしてまた企業がそこに手を差し伸べていく、何事も国だ国だという、縫うのは経済同友会ではないと思います。今日は竹中平蔵先生そして宮内さんにですね 当時のことを振り返って、私たちに知った激励をいただき、そして私たちも、それに、絶対に私たちはやりきるぞという思いで、執行部としてはやってまいりたいと、このように思っております。第1部では、今申し上げたとおり、竹中平蔵慶應義塾大学名誉教授と、宮内義彦就任幹事にお話をいただき、そして、お2人から潮元代表幹事の貢献を振り返って、 ぜひとも私たちに色々と知った激励をいただきたいと思っております続いて第2部では小泉慎次郎衆議院議員小林文明衆議院議員そして鈴木英景本当は英景ではないんですよねまあ、英景と言われてますから英景にしてきましょう衆議院議員をお招きし改革派政治家の立場から私たち経済同友会の期待を語っていただきたいと思いますさらに第3部では それらのその議論、そしてまた知った激励をベースに、経済同友会がどうあるべきか、メンバーによる討論を展開したいと思います。えー、繰り返しますが、民間指導による経済の活性化、そして民間指導による経済社会課題の解決に向けた契機としたく、最後までご、えー、皆さん、お話を聞いていただきたいと思います。 何卒よろしくお願いします今日はありがとうございます